ね、だからってねあと労働組合の条件、ね、これもうひどいねで言い分のほとんどがまとえないねで結局さあの僕に対する恨みでさあの結成したようなやつだからあの理念が何もないじゃん。で結局をしてですねあのね、えー、とんでもないことが起きたのはほら労働監督署の人来るでしょでさなんか雰囲気違うんだよ。 どうしたのかなと思ったら、ね、どうしたのって言ったら、いや、こんなことでいつも呼ばれるんですよなんていうわけ。あそうなのえどういうことだろうねいやいやいや、ね、社長のとこ全然平気ですよ、別に。ねあのちょっとたまたまほらあの、昔上場しようって話があって、労働時間とかね、あの、金貸はさ、結構整備してた後だったから、こんなことでぐずぐずやることじゃないですよってで、こうしてくださいよって向こうから言ってくるたえ、そうしたら別に問題ないのいや、全然問題ないですよ、社長のとこ。全然平気ですよなんていうことになったから、あこれ強気でいけんなと思って。で もう蹴散らかしてさ、ね、お前、やるものはやっとみろ、みたいなことになって、で、もう蹴散らかしたの。そしたらどうしたと思いますいるんですよ。外にそういう、ね、あの組合で作ってるやつが。それぞれが二人で来てさ、で、えー、社長とちょっと話をしたいんですけど、というわけ。で、何話あんたには別に話なんないよ。ったら、いやいや、いい話なんですよ、っていうわけ。なんだって言ったらさ、全員労働組合入れてくないと。そしたら、このめんどくさい連中は、うちで全部コントロールしますから、言れた。ね、帰れ、何やろうって言って。もうね、 お前ら人間じゃないから帰れって言って返したの。そしたらみんな労働組合解散ですよ。だからね、あのーまあ、いろんな会社にいろんな労働組合あるかもしれないけど、やっぱねあの、正しい理念じゃないとね、会社を成長させるのか、潰しに来ていくのか、自分たちの利益のためにあのやってる行動なのかっていうのは、見極めなきゃだめだね。だ僕はそこで決着しましたんで、えー、結局、ね、虚業とか実業、虚業とかね、虚偽って、やっぱ実業と真実で考えたときに、 やっぱりだからすべ、ねえー、て理,念理論とか理屈ってのは、ね、決して正義に勝てないわけでいろんな嘘ばっかり言ったりいろんなこと言うけども事実一人しかないじゃんだ僕裁判結構好きなわけ。なんでかと,うと事実と照らし合わる形になるから要するにあの、ねえー、事実と照らし合わせて負けちゃったらしょうがない。で,で,で,でうちが取れば、ね、あのうちの理論が正しくなるわけでしょ。 だからそれはね、あの正制度と、要するに、あのしえー、真議に基づいてあの、自分の発言を、要するに、えー、通した方が僕はいいと思うわけ。まあ、それで、ね、負けるなら負けてもしょうがないなと思ったんで、結局はですね、えー、やりましたけども、まあ、いろんなことありましたね。で、えーまあ、労働組合解散しました。で、主導者全員ね、退職しました。で、えー、あとですね、えーまあ、不動産投資プロの流に出して、えー、この時からですね、 三崎、えー、下町地区のですね活性化プロジェクトこれ三浦市から認定されたんですねでこの事業をですね受けた時に、えー、1年間で150万の,あの補助金が出るんですね助成金かな出るんですよで2年間だから300万出るのでそれをじゃあいただいてじゃあまず広告を作りましょう言ってねウェブの広告とお要するに紙の媒体の広告を始めたわけでその中にあのそのエリアの中のねまあミシュランみたいな感じでね要するに え、評価できるところをどんどん足していこうと思って始めたの。で、いきなりさ、電話、あの、あうちの社員にクレーム入れたやつがいて、ね、なんでうちの店に乗ってないんだ、始まるわけ。で、いごめん、私行ったことないから。だらえ、これから徐々に行って、ね、あの、うちがサービスがいいと思って納得できれば乗せるからさ、って言ったんだけど、お前ら税金もらってやってんだからさ、乗せるの当たり前だろ、みたいな言うわけよ。で、カチンと来たから、ふざけんな、この野郎って。 ね、であんたのこと二度と載せないからって言ってでそ,そこで、ね、あの三浦市の市長に電話かけて「で申し訳ないけどでこんなこと言うやつがいたからいらないからって金」つって「あのもう女性にいらない」って言ったの「いやだめだよ」って言うねあのもうお,お,お宅がやることになったんだかだから事業をやるけどお金いらないって言ってるだけだよつって3回ぐらい、ね、やり取りしてで最後にうちのホテルに来てさ「ね、もらってこないかごまんだよ」って言うけど「いらないもんはいらないんだ」つって「で本当にあげないからね」って言って。<laughs> あれもらってたらもう全部さいろんなやつが言いに来てねあんたお前金もらってんだからねうちの仕事やれとかさ言われるわけじゃんでそんなのコインじゃないから嫌だっつって全部けじらかしましたよ、うん、だからまあ言っちゃったがために今はねコツコツやってんだけどまあ,あのこのさだしとじ美術館ね俺作るのに1億円くらいかかりましたよ中身も含めたらね。だから あ,のある意味ではですね、まあ、ここもこ、えー、金もらわずにこんなことやってますね。でおかげでも、ねこのえー、実はこの沢、えー、市当時の,その、ね、ところも今井桃園さんつってねその会社がちょっとあのおかしくなっちゃってでちょっといろんなことを生産しなきゃいけなくなった時に、まあ、僕がたまたまあの、えー、そこに行って。 食器を買ったことがきっかけで、えー、社長なんとかなりませんかみたいな話になって「なんないと思うよ」みたいな <laughs>「これ土地売らなきゃダメだよね」みたいな話になってで結局工場とか全部閉鎖してであのー、ね、えー、一つのところにちっちゃいところに固まってでその土地売却してでその時に、ね、残っちゃったこ在庫があったからじゃうちが買い取ってやろよっつってで買い取って一応、あのー、美術館を作ったんですねでおかげさまで、あのー、再生事業がうまくいってですね今元気でやってますよ、うんあのー、ある意味でよかったんじゃないですか うん、まあとこの損しない相続ですね出させてもらって日本テナントサービスという会社も作りましたでまああのいろいろねあのことを考えてですねお客、まあ、先ほど言ったように、ね、カスタマーフォーカスだからお客さんがね相談に来たものに対してこういろんな提案をするときにやっぱね考えてみると足んないものいっぱいあるわけよ。ね、やっぱりあのテナントの情報を要するに、えーね、お客さんつけようと思っても ネットは住宅のの賃貸のしかないわけだよねでそんなとこ乗っけてもやっぱりテナント探してる人来ないじゃん。なので、えー、そこで、えー、今ですね、あのー、テナントガイドっていうあの、えー、日本で初めてできたあーサイトがあるんですけどそれをもう買収して今うちの子会社です。だからテナントガイドっていう会社で今あテナント事業をやってそこに対するサービスを、えー、日本テナントサービスがやってるという。まあ うんと自分で、ね、やりたくてやってるんじゃなくてお客さんの要望があるんでやってるだけなんでだから要望持ってくれば全部やっちゃうからいけないんですよ <laughs> 変な癖があってねだから、えー、結婚相談所をやることになっちゃったのまたこれはね <laughs> あなたにご説明しますけど、ね、であとメガホールディングスって会社がありましてこれラーメンドリームプロジェクトってあってですねラーメン屋さんを育ってどんどん店舗を出そうなんて言ってるんですけどこれがまたね人が育たないもう今ね勉強に来るのよ。 で今皆さん知らないかもしれないけど、ラーメン学校2つやってんだよ。関西校と関東校、やってんの。で、人来るので。で、来る人みんな外国人。で、外国人何してんので,で、せっかく来たから、じゃあ次の店舗どっか出,出そうよ、協力しよう、言ったとこいやいや、もう店舗あるんですよ。で、どこにあるのもう、故郷にあるんですよ、みたいなで。中国とか、みんな台湾とか。で、向こうから来た人が、たった1週間ラーメンできるし向こうで店出しちゃうんだから。 ね、それでもうみんな出しちゃうわけじゃん日本に残らないだから日本人働く人いない誰か紹介してよせっかくだからさ <laughs> 人さえいればねできるんだよねでその時に、まあ、このねえー、っと店舗ですね面白いんでしょこれがまた今ね組み立て式の店舗開発しましてあの白岡にねこコンテナタイプでですね、えー、外断熱移断熱のこのねえー、店舗 ができる形になっていうかとてこれ建築確認取るけど万が一そこのが必要なくなったり事業がうまくいかなくなったら移動できるの。ね、と移動できるってことは解体費用がかからないし、ね、要するに、えー、かといって相続対策にもなるわけじゃん。だからこれは路面に土地があってなんか試しに事業をやるもしくは、ね、そこでやりたい人に対してこれをやるったら で万が一失敗したらこの店舗ごと売れるし移動もできるじゃん。ねなんださ「ほう」とか言わない <laughs> リアクション悪いな。まあ一応ね、えー、まあすごいことなんですよこれはね、えー。まあそんなことであとはね、まあ、遊びが先グループで、まあ、飲食店の本格指導をやりました。まあこれがね三崎幸倉クラ、まあ、先ほど言いました、えー、ミシュランになりまして、えー、六本木の遊びが先も出して今度美容院。 三崎、ね、にいて「なんか美容院だけかこうなんだ行くの嫌だな誰かやらせていないかな」したらたまたま「いや僕の友達美容師やってんだよねどこやってんの渋谷だ、ね、渋谷で何やってんだよ、ね、芸能人向けのなんか、えー、スタイリストとかやってんだよね腕あんじゃん」とか言ってと「連れてこい」つってで夜食事して酒飲まして「お前こっちでやれ」みたいな「店は俺が用意してやる」みたいな <laughs> で始まったのはこの宇野ですね、えー、うまくいってますよ今ああの完全予約制でね 対で26年あの賃貸間リノベーション戦略っていうのを出しましてですね、えー、あとはミッドフィールダー MF 接シンこれはあのうちの先ほど言ったあの長男の、えーですね、鈴木翔太って言うんですけどこれは元 J リーガーでで, J リーガーきついですよえ一回 J リーガーガねあのほらえっ、ー、とーねえー、トップリーグだったらいいけどでそのねえー、違うリーグになるとさ急に給料半分以下じゃん。でね 所得が例えばね、そこそこあっても、あれ、大変ですよ。靴から何か全部自分持ちだから。コスト全部かかるわけだから。そするとね、そこそこもらってても生活困窮しちゃうわけ。で、えー、結局体悪くなるの早いよね。だってね、ゴルファーなんか別に年取ったってできるけど、あの、ね、あの野球の選手たちはう通じゃん。半分休んでんだからさ。<laughs> <laughs> <laughs> でも、サッカー違うじゃん。もうザーしてんだから。 それは体悪くしますよると大体もうね引退がもう20代で引退するわけだね。するとこの人たちって次がないよねってなってるわけ。で結局何してるかってなんかドラッグのッシュやってみたりさしてるんでしょだったらさせっかく自分がねそういう、えー、とこに立ったんであればそういう仕事しようよ言ってで一応あのうちがですね、えー、うちがっていうかまあこの会社で奨、えー、学金制度を設けてですね J リーガーに対して要するに。 あの第二の就職として3年間、ね、あの柔道整復師とかあハリキューの男に行かしてでそれが出てきたらこっちで働いてもらって、えー、ですね仕事してもらうみたいなことやってるわけそうしたらねもう今 J リーガー、ね、2人目この間入ってきてでその前はあのリーガーじゃないんだけど要するに何て言うの、えー、教える人たちねもう来たし今だからもうみんなサッカー選手ですよ。 で、この間も、あの、ね、あの、夕飯、友達来るからさ、ね、社長ちょっと顔出してよなって,って。大体もうね、お金がないからさ、た、俺が出すことになるじゃん。<laughs> ちょっと J2 がと一緒にね、食事代なんかするから、まあまあいい環境にあるよね。もう、食うんですよ。あ、肉なんてもうね、一枚一枚焼かないから。もう、母さーって、お前それいい肉なんだからさ、つっ,ったって、<laughs> ダメだよね。すごい勢いで食うよね。 まあ一応そんな感じでね、えー、まあいいコミュニティができたのかな今金沢文庫出しましたからね三崎、えー、に出してその後金沢文庫駅前にあります、えー、ミッドフィルダーって会社ですね MF クラブっていう、えー、会社ですまあそのことやってますで、えー、あとヨットですね鎌倉部ヨットも,もうこれもですねやってましてであと26年にはあワンルームプロのプロのリ儀っていうの出しましてこれもちょうどこの鎌倉の本店ですね、えー、先ほど えと大船駅前のところに歩くとこんなところちょっと変わったビルです,すぐ分かる、まあ、これがうちの本社ビルですね、えー、一応ここに出店をしました、まあ、こんな感じですね、えー、かっこいいでしょか不動産屋っぽくないよねあのかっこいいんですよで今1階があの飲食店やってましてですねあの、えー、イタリアンで、えー、最初うちがフレンチやったんだけど失敗しましたんで <laughs> イタリアンにそのまま貸してあります今 <laughs> そんなことやってね結構いい感じのね えー、事務所ですであとはね、えー、j c コムのことも始まりましてあと、えー、漫画でわかる初めての不動産投資もですねやりましてで今度 SS プランニングって会社ですね古くからずっと付き合いのある会社があって社長さんが亡くなっちゃってですね、えー、でそれどうするんだって話になってでじゃあうちの方で引き継ぎましょうってことになって、えー、この SS プランニングってう今うちの山田君がね社長でやってるんですけど、まあ、これも買収しましてあのその。 時にまた山マ屋さんっていうあの酒屋さんもね、えー、買収しまして、まあ最近なんかそういう中小零細の買収であの店が増えてる感じですかね。でも SS プランにかっこいいでしょ。これあの鎌倉から歩いて5分ぐらいとこですから。もう両店みたいな。これ事務所ですから。もうねこんな感じでちょっとかっこいいんですよ。あのあのメタな人は入れませんけど、あのなんかの機会でね、えー、言ってもらえばあのここで打ち合わせすることは可能ですから。 えですねまあ、こんな感じで。あと、これ、山田作家店、ねまあこれも一応、山田屋を買収しました。で、三崎港ラーメンね、えー、始めまして。で、あとは、まあ、こうや賃貸の開発だとか、まあ、時間がちょっとなくなってきたんですね、細かいところはあれですけども、まあ、なんとなくこうね、成長しまして、まあ、ここかけてるのは一つ、あの、会社を売ったんで、まあ、ここだけ減ってますけど、ずっとこんな感じで伸ばしてきてます。で、都市農地がは効果あるとか、まあ、健康住宅の開発をしたりとかですね、えー、まあ、今年ですね、30年。 えは、教訓、賃貸トラブル解決の手続きと方法、不動産投資、新プロの指。もう、プラチナ出版さ、あの、出版物が足りないからね、もう、なげればすぐに食いつくみたいな。<laughs> 販売計画大丈夫かみたいな。そうした機能すごいね。あれ、日経新聞全、全国版でしょ。あそこに、ハン・ゴのさ、広告載っけてんの。 潰れないいいようにしてもらいたい <laughs> <laughs> まあ一応ね、そんな感じで、今、ねがっつりやってますね。あと、三浦市のトライアルステイって始まりまして、これがまたね、4年目なんですけど、の前の会社がやってたんですけど、なかなかうまくいかなくて、でうちが急遽やることになってですね、三浦市であのトライアルステイ、あの3万円出すと1ヶ月泊まれるみたいな、ね、あのそこでトライアルで泊まってもらって、移住をね、してもらおうということを計画してまして、これがですね、この間テレビで取り上げられちゃったんで、 今、60組、25組に対して60組ですよ。だからもう抽選、えー、ですね。だからもう来年またや、ねあの、来年までは一応なんか予算ついてるって言うんで、来年もやりますけども、今ね、ね、えー、今度は第3期、第4期あ、第3期はもういっぱいか、第4期、五5期の今、抽選をやってたりします。まあ、うちが持ってるね、えー、向こうの物件を、えー、貸してるう形ですね。まあ、そんなのをやってます。ああとはののですね、えー、これがあの えー、プロジェクトでやってるんですけども、まあ、昭和銀座商店街のプロジェクトってことでもともとあの三崎とアマ,ンアマンのルーツなんですね三崎ハウスってことであのー、アマンのですね、えー、エディランゼッカーっていう人があのおここで外人向けのですね、えー、リゾートを始めてでそれがあアジアンテイストであのせあの、えー、アジアで展開したのがきっかけで今ああなっちゃったわけねだから本来はそのね。<laughs> えー、いいリゾート地では間違いないなわけじゃんで東京からですね大体、えー、60キロくらいですから、まあ、例えば欧米で行きますとお首都圏から60キロって言ったらリゾート地は金額一緒ですからだから中心が壺100万とするとねえー、リゾート地は壺100万しないとおかしいわけでもなんか20万か25万くらいだからまだまだ余力あるんじゃないのなんて思うわけね。 ツ、まあ、壺じゃないけどね、外国人は。一応そんな感じでやってまして。で、まあ今度は江ノ島ね、あのあ、今度セーリングの会場になりますから、まあオリンピックもここで開催されます。で、今うちがこれ星が付いてるところ23カ所ぐらい全部買ってまして、これ商店街ですね。商店街に隣接とこは全て買わさせてもらってる。で、それで店舗をどんどん出してる。まあこんな感じで、えー、蔵造りのものを改装したり、まあこの先ほどのね、美術館にしてみたり、えー、ですね、まあこういう建物を 岬子、えー、ですねにしてみたり、まあ、こういうところを改装して、えーえー、三崎ドーナツという、ね、会社に貸してたり岬子、まあ、ラーメンこれは、えー、当社でやってます、えー、でこういうものを、まあ、先ほど言ったように美術、えー、と1階をですね、えー、美容院にしてみたりです、ねまあ、こういう建物をです、ね、こんな感じにして、えー、人に貸してたりですね、まあ、こんなところを社宅にして。 も,車宅も結構やってますねあとこれ先ほどの MF クラブ MF セックスこんなこともやってたりもうとにかくねありとあらゆることを徹底的にやってますねであの途中でねくじけられるとこだったんだけどあのねおかげさまでシャッターがどんどん開くと人がどんどん来るのよで昨日はあのこの近くのうちで持ってるあの極、えー、屋さんの跡地をうもう八八屋ぐらいあるのよでそこにシェアハウスで,でもうさ 大丈夫かなこんなとこ貸してと思ったんだけどいやすごいですよこの人たち半端じゃないよヨットの人たちはであの下田にもベース持っててで今度三崎にこのベースができてほとんど東京都内に住んでる人たちで,、えー、で23人お医者さんだからあええー、みたいなであのー、昨日そのイベントがあって僕参加してですねいろんな話聞いてみたんだけどいやいやこれは面白いなと思いましたね。ななななんんんんかかかっらももう共有で持てててるからいちいちお客さんなんか呼ばなくてもみんなして ね、お金出ししててそこにるるから全然安定してるわけじゃんみたいなでこれもあの古民家の旅宿っつって築、えー、100年ちょっとの、えー、クラス分の建物を回収して今は監視閣僚でですね申請取れたんで、えー、民泊のようだけどちゃんとした、ね、形で運営してるもうここも稼働率上がってきましたね、まあ、なんかこんな感じです、まあ、こんなねいいよねでこれ兜ととか置いたで刀とか置いたってさなんかね あのたまに外人が来て、肩を振り回してるみたいな、<laughs> <laughs> 危ねえな、こいつみたいな <laughs>、まあ、そんなことでね、やってたりしますね、ひのき風呂だしで。古い建物だけど、こういう衛生設備はね、きれいにしてあげて、やっぱ皆さん快適にね、住んでいただくようにしていただいてます。まあ、こういう築140年の鮮魚店も改装してですね、今、そば屋さんになってますね、まあ、こんな内装してやってたりします。で、こんなのもね、えー、ガレージハウスとして、えー、貸してたり、これもですね、こんな感じで。 内装ししててガレージハウスにしてみたり、まあ、いろんなね自由なことが非常に田舎なんで、えー、土地が安いっていうことでですねできるわけですけども、まあ、それがだんだんね根付いてきてるんで、まあ、これはあのひょっとしたらいいものを拾ったなと思うんですねだから土地で諦めてたらそうはいかないと思うんだけどあのやり通すとねだんだんいい環境ができてくるんですよそういうもんですね。 佐世保の九十九島で1つですね一棟今2万5千坪までこの間まで1万8千坪だったんですけどこの間たまたま電話かかってて昔に行った時のお,お,おばあちゃんがもうそろそろいらなくなったんで買ってくれませんかみたいな <laughs> また5千坪も買うのかみたいな話で、えー、買っておきましたんで、まあ、よかったら何か活用してくださいよ <laughs>、えー、こんな感じでね、えー、い,い,といい島です。えー、であと奥多摩の、ね、水源地も持ってたり、まあ、土地のナスもまた、えー、の買ったりしてますね。 でイケついつたりすするんですよこれもね利用価値なかなかないんで、えー、よかったら買ってください誰か。<laughs> であとボートとかね、まあ、最近はボートも乗らなくなったんだけどあの、えー、最近はヨットに,になりましてですねまあ花火大会とかね行ったりあとオートバイもね昔手放したきっかけがあったんでもうハーレー・ダビッドソン買って持ってますけど、あのーおね、こんなものを作ってみたりねしてるんですけどこれがひどいんですよ。 車検とか取ってんでしょでもね車検を出しに乗りに行くだけ <laughs> 2年に1回乗るだけみたいな <laughs> そんな状況になってたりねまあだってガレグライダー乗ったり、まあ、たまにゾーン乗ったりねあのよくわかんないけどあとねえー、とあとこの間はあの、えー、うちのクラーディに突然現れてねあの博瀬太郎さん 似てるからだ。本物かなって言って、したら本物だったのよ。それで、じゃあワインかなんか一緒に飲みませんかなんて,言て、やったら、あ、ワインかなんか飲みませんかって、あげたつもりだったのに、なんだよ、一緒に飲もうよなんつって、もう、ヘベゲンナルバに飲んで。で、よく見たら、うちのお客さんなの。あの、ボトル入れてたの。はみたいなの。いやいや、俺よくここ来んだよ、みたいな。で、聞いたら、近くのね、ええー、に、あの、別荘買って住んでんですよ。で、もういろんなことやったらね、からどこでどういうことになるかわかりませんけど、最近あの、 このヘリコプターもね、交通手段として、あのーね、これなりなあの日本には非常にいいんじゃないかなと思っていて、えー、ヘリもですね、今あの、会員制ですけども、一応これ持ってまして、あ持ってるとか、会員制で、会員になってましてね、でこれ、すごいですよ、富士山、ね、そのうち富士山登りだななんて、夫婦で言ってたら、ね、あのいや、富士山、行けますよ、えでいや、着陸できないですよ、でも行けますよ言って、うちの城ヶ島の隣にね、離着陸の許可取れたから、 これ富士山行くじゃん25分でしょえちょっと寄り道してあの、ね、江ノの島のとこ一回く,くるっと回ったのに25分で頂上だからえー、いやなんだだったら別に登りしようないわみたいな <laughs> ある意味でねこれは非常にいいですね今あの長野にもホテル買いましたけどそこに今着陸の許可取れましたから、まあ、場合によってはですね長野に直接うちの城ヶ島から行ける仕組みができるかなと。 であとまあ、これね釜萌えトブを買ってこの間あ10ヶ月かけてリフォームしてですねやっと帰ってきましたまあこれで、えー、一応この間あの菅シさん呼んで一応お払いしてもらいましてですね進水式やったところですでだなんとこんな感じで海水浴楽しんでるみたいなねところでやってますあと中井ビンヤードですね中井さんあのこれ今度あのすごい世界的に有名なワインなんですけどこれ山田屋ですよ山田屋に卸ろしてくれることになったのすごくないですか リアクション <laughs> 声取ってんだからい <laughs> いやででもすすごいことですよだ今度はね、えー、うちのホテルで、えー、中居さん呼んでのこの旦那さんは1年に1回近って思うんだけど奥さんはうちの近所に住んでるんで、えー、そんなんでちょっとね試飲会やろうなんてことを今き企画してます。で、えー、まああのー、ね、えー、時間がなくて、あのー、ちょっと細かいところはしょりましたけどもまずね、あのー、今思うことですけど。 夢っっっててね俺小さかったなと思ってるわけだからあのー、もっと大きい夢持ってたら多分もっと叶ってたんじゃないかなって今更思ってるんですよだからちっちゃい夢ってさ簡単に叶っちゃうじゃんだから例えばね先ほどの話だけどね7 5 0のおとば屋干しいな、えー、ガソリンスタンドアルバイトしてねあと新聞配達して変えちゃったじゃん。ね、で夢がさあ夢じゃなくなっちゃうんだよその瞬間に。で、えー、車欲しいなとか ね、あとなんか山登るのに山登り用のオートバイ欲しいな。で簡単なんですよね。変えちゃうわけですよ。で,、えー、で商売もねなんか知らないけど自分で商売始めたら簡単にできちゃったじゃん。ね、で今度今やってることっていうのについてはまあ、えー、一大事業だよねあの。昔だから賃貸の管理のセクションを作った時に、あのーね、これじゃダメだと思って賃貸管理の業界を変えようと思ったら、ねえー、変わっちゃったじゃん。 それはやっぱマニュアル作ったからだから。ね。で、それが皆さん賛同したからあ、業界が変わったよね。で、今、不動産コンサルって、僕たちがね、創業した時は、ね、不動産コンサルで飯なんか食えないって言われてたわけだよね。で、不動産コンサルタント技能士あ、不動産コンサルティング技能士、今はコンサルティングマスターっていうね、ライセンスになってますけど、まあ、こんなところ持ったところで仕事になんないじゃんと思ってるわけ。みんなね。でも、できてんじゃんと。ね。で、それは何か言ったら、要するに資格じゃないんですよ。仕組みなんですよ。 で、世の中が受け入れられる仕組みを作ってあげれば、えー、ちゃんとね、世の中って動くようになってるんだけど、その仕組みを作る人がいい少なすぎるわけ。だから、人任せでしょなん、なんそう、官僚がやるべきだ。ねこれは政治家がやるべきだ。いろんなこと言うけど、実業はそんなの関係ないから。で、ね、自分がやれることはやることじゃん。っていうふうに考えたときに、もうちょっとね、大きい夢持った方が良かったなと思うね。で、もっと早くから、このね、c、え、f、ー、ネッツみたいな会社を作りたいと思ってたら、良かったなと思うわけ。 今うちの会社の社員にね弁護士いるんですよ。ね。税理士も2人いるんですよ。不動産鑑定士も2人いるわけ。社員ですから。ね。昔不動産屋さんなんかね。弁護士就職しないでしょ。ね。でまたね。税理士の先生だってまさか不動産屋なんか就職しないでしょ。今就職してんじゃん。それ何かだったらうちの会社があるからだから。それ文化がそういう文化として受けられるようになったから今があるわけですよねっていうことじゃん。ね。 で、えー、まあ、あね、先ほども申し上げましたけども、えー、まあ、良いこともあれば悪いこともあるだけなんで、まあ、なんなら関連性ありませんね、と。で、えー、あとですね、あのー、幸福感っていうことなんですけども、ね、例えば、自分自身がね、決めることじゃん。幸せだなって思うのか、不幸だなって思うのを、人が決めんの違うでしょ自分が決めるんですよ。だから、ね、幸せだなって思ってれば幸せになるんだけど、 同じ環境でも不幸だと思う人いるのよ <laughs>。そうでしょうね。間違えてるよね。で、それは何があった？自分が決めることなのに、なんか人が決めてるように思っていて、なんか自分で勝手に惨めな思いをしてたりするでしょ。違うでしょ？っていうのだから、あのー、ね。幸福感って自分で決めることなのでまあ、自分がですね。やっぱりリスクを背負いながら自分の人生をね。作り上げていくっていう気持ちがないと、俺はうまくいかないんじゃないかなと思いますね。でね。あと評価ね。例えば。 俺なんかもさこうやって、ねえー、人前で喋るとさなんか、ね、3分の1怒って帰っちゃったり今,今はないけど、ねえー、なんかさ気分害して、ね、いなくなっちゃってう人いるけどもそれはそれしょうがないじゃんって思うわけ、ね、だってそんな人わざわざさじゃあこの人のために僕たちは、ね、そあの話のを変えたりする必要なくない、ね、であとはさ例えばアンケートで見てねいやいやここはどうだから直そうなんて言うと 結局なんとかどこにでもあるような話になっちゃうわけじゃんじゃなくて自分は自分でいいんですよだから結果評価って自分がするもんなんで人がすることじゃないだからあーねあの自分が評価を自分ですればいいだけだでさらにねあの今今時点で思ってることってのは過去って、ね、全部偶然じゃないんですよ必然なのだから今ここに僕が立って皆さんの前で話してるのは、ね、要するに今話した中のずっといろんなことあったでしょ でも、今これ立って喋ってる、すごいことじゃないですか。これね、偶然じゃないんですよ。必然なの。なんでかって言ったら、飲食店やってたらこうじゃないか,かもしれないし、ね、あの、ね、陸送の仕事して社長やってれば、こうじゃなかったと思うんですよ。でも、ね、なんかさ、あの会社がなくなっちゃって、ね、えー、飲食店の夢がなくなって、不動産屋さんに就職して、ね、不動産業入ったから、こんなになっちゃったわけじゃん。でも、それはいつもね、僕が考えてなったんじゃないですよ。ね。 ななんかバカな不動産屋さんがいたから今ここに立ってたわけでねだから意外に良かったなって思うのねでそれをね考えるときにはやっぱりね積極的にチャレンジしてみたもので、えー、良い結果ってのは享受できる仕組みになってるのでやっぱり、えー、常にねいろんなことを考えて行動とるでね浪費する時間っていうのは無駄ですけど投資する時間って決して無駄にならないんですね。で今日も皆さんこうやっっててて、ねえー、円投資して、ね、あの本買って まあ声はタタなんですけどねそう考えるとね <laughs> でも来たい人と来ない人は全然違うでしょで、ね、あのー、あとこれはね接するってこともさそうだけど行かないと会わない人っているじゃんとか考えた時にやっぱりねこの時間の投資っていうのもですね非常に僕は重要だなと思うわけです。で、えー、あとね、あのー、夢っていうのをいつも考えてるんだけど夢って志がないとかあのー、ね現実にならないですね。 だからいつも漠然とあく,くなりたいなああなりたいな思う人はいるんだけどじゃあ本当にそうなりたいかって思う志があるんですかってことそれはないでしょで僕は日本一目指すでだから日本一になりますで,で日本一になりましたまあ今のところ一応ねなんとなく日本一でしょでもまだまだ日本一の壁高いからそういう面でいくと事業としてのやっぱ日本一を目指した方がいいんじゃないのっていうことを今考えてるわけ。それにはね成功能力しかあって あのね、能力かけかけけるる情熱方向性だと思うんですよ、ね、でそれは何かって言ったら能力があるのに情熱がないとダメだし、ね、要するに、えーね、能力もないのに何か過信して、ね、何かやってみたりしちゃダメじゃん。で一番怖いのは方向性ですよ。例えば今ねいろんな世界中にこうテロリストなんかいるけども彼らはさ能力もあって情熱もすごいあるんだよね。でも方向性間違ってるじゃんっていうのが分からない人たちだよな。 で人の考えってね面白いんですよ誘導されるんだだからなんかね触発されて誘導されるとそっちの方に行っちゃうそこを自分が判断して自分の気持ちの中でその方向性って間違ってるよなっていうような要するに判断能力がないと要するにせっかく能力情熱があってもだめなんですよで将来の自分に投資する、ね、それにはまずやってみるそして考えるだからあ、えー、うちの、えー、本社のトイレに貼ってありますよ まずやってみるそして考える何を言ってるのかな <laughs> 感じかもしれないけどまずやんなきゃダメだめだね要するに行動を起こしてから考えゃいいんですよねだからまず行動を起こすことが重要だなで、えー、まずやってみるそして考えるそれはね物事すべてっていうのは初めの一歩があるからまあ今があるんですねであのね例えば子供がねよちよち歩きでねあの捕まり立ちしてなんか不安定にこう歩くでしょでもさそれがさ捕まらないで歩くためにどうするんですか ね、ただこうしてたら動けないでしょ一回体のバランス崩してかからら足を立つから前に進むんでしょでつまり人は常にバランスを崩さないと成長しないし伸びないんですよ。っていうふうになってんのだからあのねずっとこうなんかねリスクも恐れて何もしない勉強だけしてるけど何もしないだって言ってたらさ何にもならないでしょで前に進めないんだからだからやっぱり人はねバランスが狂った時はチャンスなんですよ。だから バランス崩ったら左足出すのか右足出すのか、ね。まあ両足出したら倒れちゃうけどさ。<laughs> ね。そこを考えて行動するのが僕は人生じゃないかなと思うわけ。だまあ、そんなことをね、えー、つまんない話ですけど、まあ、今日はね、えー、3時間になりまして、えー、本当は2時間で解放されるのに3時間も付き合っていただきまして、<笑><笑>ありがとうございますって話なんですけど、まあ何かのね、えー、役に立ったら、だったらですね、私の話もですね、えー 本位じゃなないかなと思いますあのー、ねえー、この話というのはあですねもう、えー、この間のバカに聞く人もそうなんですけどあの今日で終わりですからあなんでかと,いうとこれこの話だって僕何も得にならないから <laughs> だけどねぜひねお願いしたいのがあの、ね、大学生とか高校生とか専門学校でもいいですよ、ね、短大でもいいでょう。そういう人に聞かしてあげたいわけなんでかというとその頃に方向性ができてくれば僕はねもう少し その今のある、ね、今のところからの将来の形が変わるんじゃないかなと思ってるんでもう大学とかするううとかね呼んでくださいあのほんとに交通、まあ、費くらいはもらうけどね <laughs> 高いコンエは取らないからあぜひねこれからやっぱり若い人たちをね育てないと日本はうまくいかないであともう一つは若い人たちが結婚しないとねだめなんだよだからあの結婚相談所始めたのよ。う <laughs> い これはね、本当に社会的に重要なね、あの授業と思っているので、まあこれもね、えー、そのうちそういう説明みたいなのをですね、どっかの段階でしますから、ぜひ、えー、ご参加いただければなと思います。ということでですね、えー、今日も、えー、延長したのにもかかわらず8分も、えー、ですね、<laughs> こうやって僕の話をお願いし,したいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。